はいどうも皆さんこんにちはの長井ですが、ちょっと待ってください待ってください、ちょっと体力やばいこと思い出した、ちょっと忘れてました。ちょっとご飯食べてたんですよ。ご飯食べてて、その前回の動画との間に続けて撮ってるってのがバレると思うんですが、ご飯食べてたら忘れましたね。ちょっと状況を忘れてたんですが、一旦ちょっと体力回復させてください。今回はですね、ストーリーからちょこっと離れまして、これってさ、ベッドじゃなくてさ、ソファーとテーブルだよね。まあいいや、一応セーブして、ソファーとテーブルなのはどうでもいいとして、今回はそのストーリーから一歩離れまして、ちょっとした実験、まあベタな実験やっていきたいと思います。よろしくお願いしますということで、実験その1、タクシーは橋を越えてくれるのか、実験その2、越えてくれなかった場合そのまま生身で越えてやろうというわけで、まずウェイポイントを仕掛けましょうか。ウェイポイント、まあこの辺に仕掛けておきましょう。いけんのかな、お、いけるいける、こう仕掛けといて、タクシー乗るのは私、タクシーなんで無視するの、どうしてよどうしてよ、タクシーどうしてよ、ちょっとタクシー来るの待ちましょうか。ニューヨークだからね。あ、起きた来た、あ、そうじゃない、乗って、そうじゃないだろう、お前何してんだよ、お前そうじゃないんだよ、そうじゃないんだよ、お前タクシーをさ呼び止める、そういったアクションなかったっけか。だからこうからこう来て乗りますって、そうじゃないだろう、だから、ちょっと待って、おかしくない、ちょっと、あれ、なんかミッション関係あったっけか、これ、そっちじゃないよね、手配された、ちょっと待って、俺は客としてタクシーに乗りたかったんだけど、なんで乗せてくれないのさ、なるほど、テロ警戒ですね。だからここでバレないように行けばいいんですよ。バレないように行くにはですよ。さあ考えろ。オッケー。行った。オッケー、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 オッケー。これで起き上がれ。起き上がってくれ。頼む。起き上がってくれよ。しょうがねえな。俺がこの上を歩いていく。オッケー。来た、来た、来た、来た。これ行ったんじゃないか。うるさい、ローマお前しつこいぞ。え、列車来んの、これ行ったんじゃない、これ、この作戦、これだって突破したでしょ、もう検問1回。これはいいかもしれんぞ。これね、ほんと前々から疑問で、ちょっと待って、ヘリ飛んでる、怖い、ヘリ飛んでるけどこれ見えないよね、ヘリから。これはだって見えてないもん。あ、見えてた、やべやべ、どうしようか、ナイフしか持ってねえわ、ナイフしか持ってねえわ、やばいやばい、え、俺ナイフしか、え、どうすりゃいいのこれ、やべえな。ただよ、に逃げ切ればいいんだよ、逃げ切れば、そう、逃げ切ればこっちのもんだ。大丈夫、俺ならいける、俺ならいけるぞ、疲れてる場合じゃねえ。多分このね、線路はそのまま地下鉄に入っていく、高架じゃなく多分地下鉄に入っていってくれるから、そこで負ける、負けないなこれ。うわ、撃ってる撃ってる、めっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる、どっから、どっから、え、どっから、怖い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 、めっちゃ撃っとる、めっちゃ撃っとるわ、やべえな俺。地下鉄入るよねこれ、そう、地下鉄線内に入ればちょっと安全な気がする。地下鉄線内はさ見失うでしょこれ。そう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 、地下鉄だ、
いた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 、お前どっから出てきた、歩道か、オッケー、地下鉄入ったらもう安全だと思いますよ私は。え、うわめっちゃバチバチ言うとる、めっちゃバチバチ言うちょる、見失ったでしょこれ、待ってもう完璧見失ってんじゃん、違うの、見失ってないのかな、あらこれ地下鉄じゃない、これこのパターン地下鉄と違うパターンかな、あ地下鉄だよね、よかったよかった、これ行っただろう、逃げ切れたんじゃないのこれ、ちょっと待って、だってマップではそう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 、ここの同心円から出りゃいいんだから、ひたすらもう地下を地下鉄ずーっと走ってここら辺まで来ればもうこれ逃げ切ったも同然じゃないかっていうことでね、これ素晴らしい企画じゃないかな、そうでしょこれ、そういうことだよね、こっから出りゃいいんだから、そう、そしたらノンチートでこの新しい島に上陸、そういった夢が叶うわけですよ。ただ徒歩で行くのつらいねこれ、あとずっと地下鉄かなこれ、やっぱなんかすごい嫌な予感がして、どっかから高架になっちゃうようなそんな気がしてならない、あとプラットフォームに警官が配置されてる気がしてならない、うん、その2点すごい不安なのが、大丈夫いける、大丈夫ね、大丈夫、まだ上だ上、そうプラットフォームにはいないんだ、上のあそこにいるんだな警官は、大丈夫いける OK、ミドルパークイーストしね、来たんじゃない、来たんじゃない、この企画、この企画来ただろう、なんかめっちゃ書いたんだけど、いいわ、ゴールがまだ見えない、今はマップでは、あでも結構来てる、結構来てる、結構来てますよこれ、うん、地下鉄ずっとここまであるもん、行ったなこれ、行ったなこれ、行っただろう、これは来たぞ来たぞ、今んとこノンチート、皆さん見てください、この男、この男、テロ対策をかいくぐって私は今とある島に来ております、来れるはずのない島で、ゴールが見えました、今ゴールが見えました、ゴール見えましたよ、あとやっぱ列車が走ってない、列車走ってないけどプラットフォームに人がいるっていう、ゴール見えましたね、このグレーゾーンで見つかることがなければ私の勝ちですよこれは、ロックスターの、ロックスターに勝ちましたよこれ、多分ナイフ一本持ってニコベリック君が新しい島へ上陸しました、ゴールは近い、ゴールは近いです、そうですね、ここで見つかんなければいいのですから、おおおお、何何何、そういうオチ、そういうオチ、まさかの、まさかじゃん、プログラム上ってやつ、まさかじゃん、お前俺めっちゃ走ったぜ、めっちゃ走ったぜ俺、それでもかい、俺だってこっからクーってクーってここまで来たんだよ、それなしだろう、ちゅうことで結果ですね、地下鉄を走っていますと一瞬の勝利を味わえます、一瞬の勝利を味わえますが、手配度が落ちた瞬間また新たな範囲手配されます、地下鉄から出なければ安全ですよ、何やっても自由です、ただ地下鉄から出ないってと何の意味もない、ちゅうわけでそうですね、まあ、プログラム上無理です、今回はこれで終了したいと思います。ではでは、次回もまたリバティシーで会いましょう。ローマンさんごめんなさい。お許しください。そう、ローマンさんお許しくださいということでね。次回もまたリバティシーで会いましょう。